地雷を探すヒーローラットヒーローラッツは、タンザニアに本拠を置く社会的企業、アポポが育成している、地雷除去、結核の拡散予防等、人道的活動に貢献できるよう特別に嗅覚を、訓練されたネズミたちのことである。アフリカンジャイアントポーチドラットと呼ばれる、アフリカ原産の大型のネズミが用いられている。ベルギーの実業家、バート・ウェイチェンスが創業し、 名優である、クリストファー・コックスと共同で経営している。ヒーローラッツの特色は、アフリカ地域が抱える人道上の問題に対し、アフリカにある資源を用いながら、アフリカの人間の手によって、育成、展開可能な低コストで、しかし他の地雷探知技術と、同レベルの成果を上げることが期待される、全く新しい地雷探査の技術を提供しているという点である。 近年では訓練されたネズミの嗅覚を利用して人々の唾液から結核菌を検出する技術の開発も進められておりすでにタンザニアの5カ所の病院にて実用段階に入っているヒーローラッツは人間社会が抱える人道的な問題危険に対してネズミの嗅覚という新しい解決を提案するものである日本においても 社会的企業を取り扱うニュース番組のほか世界一受けたい授業、特ダネなどの高視調律番組でもたびたび取り上げられている。現地にて、コンサルティング業務に関わったオックスフォード大学の卒業生が、日本語によるコミュニケーションのコーディネートを担当している。2011年6月、ヒーローラッツのキャラクターが刺繍された5本指の靴下。 およびアポポのオフィシャルロゴが入ったスニーカー用の靴下が発売された。2012年9月、ヤフーの募金サイトにおいて壁紙を購入する形での寄付を行えるようになった。ありがとうございます。